俳優です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はストリートグライドに乗っています。先日ハンドル交換もろもろの動画をアップしていると思うんですけども、新しくこのハンドルバーとグリップとレバーが変わって、まあ、練習しつつ運転してます。まあ、乗り心地的には非常に楽になったと思います。まあ、ストリートグライドの場合、まあ、交換できるハンドルの種類もそんなに多いわけじゃないので、まあ、これからストリートグライドのハンドルを交換する人の参考になればいいかなと思います。で、このポールヤフィのハンドルなんですけども、他のメーカーに比べると、まあ、多少リーズナブルなところもあるので、ぜひね、その辺も踏まえてチェックしていただければなと思います。まあ、他のメーカーだとあと2万3万気持ち高いかなっていうぐらいの金額感なんで、まあ、個人的にはね、ポールヤフィおすすめです。で、今日はなんでもう高速に乗っているかっていうと、このストリートグライドのカム交換とチューニングを愛知県のブルツアイさんの方にお願いしようと思って、今愛知県の方に向かっています。で、もう今ねちょっと雨降ってきちゃったんですけども、今日はね終日雨みたいなんで、まあ安全運転で行こうかなと思っています。で、今日、まあ、ストリートグライドブルズアイさんの方に持ってって、帰りは2週間ぐらい前にお願いしたファットボブ、そちらが仕上がったっていうことなので、帰りはファットボブを乗って帰ろうかなと思います。で、ファットボブの動画はまた別で出すので、気になる方はぜひぜひチェックしてください。まあ、とりあえず、まあ、あと300キロ弱をこのストリートグライドでまずは駆け抜けたいなと思います。で、このストリートグライド、まあ、給排気は今エアクリーナーは、ベルズボールサイクルのエアクリーナーがついていて、マフラーはファブ28の 2-in-1 のマフラーがついてます。まあ、ファブ28のマフラーの前は、純正のエキゾーストにスクリーミングイーグルのサイレンサーがついていて、まあ、それ車検対応なんですけども、まあ、それがついていて、まあ、その時からねアフターファイヤーが結構ひどくて、まあ、いずれチューニングしなきゃいけないなとは思っていて、まあ、一番簡単なやり方だと FP3 バンズ&ハインズの FP3 をコンピューターにつなげて、自分で、スマホ上でコンピューターを、まあ、チューニングするっていう形が一番リーズナブルなんですけども、どうせ乗るなら、まあ、カムもね本来のハーレーの持ち味を引き出せるカムにして、それとチューニングしたいなとは思っていたので、まあ、ファットボブもねブルズアイさんにお願いするので、まあ、このストリートグライドも同じお店にお願いした方がいいんじゃないかなと思って、今回ブルズアイさんに、お願いします。で、まあ、今こうして乗っているだけでもアクセル戻すとパンパンパンってこうアフターファイヤーが鳴るので、本当ねエンジンには良くないので、早く調子いい感じに戻ってくれるといいなとは思ってます。で、今首都高からここは東名高速道路に切り替わりました。とりあえず海老名ぐらいまでサクッと行ってみようかなと思います。東京はお昼過ぎから雨みたいなので、まだね全然そんなに雨降ってないんですけども、まあ、愛知県まで向かう間に、まあ、神奈川県静岡県通っていくんですけども、まあ、静岡に関してはもう朝から雨、愛知県も朝から雨みたいな感じなので、まあどちらにせよね雨は降っているみたいなので、今日は一日気をつけていきたいなと思います。多摩川を走っていて、多摩川を越えるともう神奈川県ですね、川崎市です。本来はこのストリートグライドは確か2月ぐらいの入庫予定だったんですけども、ストリートグライド自体のこのハンドル周りのカスタムがちょっとディレイしてて、なかなか終わんなくて、ピックアップしたのが今
まあ、4月なんですけども、4月の上旬くらいだったので、まあ、ブルーズアイさんにお願いして、ちょっと2月入庫間に合わないので、入庫のスケジュールリスケお願いしてもらえますかってお願いしたら、いや大丈夫ですよって言っていただいて、ただ今予約が結構いっぱい入ってて、2月の次が6月の終わりっていう風におっしゃられて、まあしょうがないなと思いながら、まあこちらのね都合でスケジュール変えていただいてるんで、まあ、しょうがないなと思いながら連絡したんですけども、まあこの前そのファットボブを、まあ、4月の同じ上旬に持ってったら、あのストリートグライドも、まあ、持ってきていただければ空いた時間にやりますよみたいな感じにおっしゃっていただいて、まあそれであればね、まあストリートグライド結局持っていかないといけないし、ファットボブは一人に行かないといけないので、今回ちょっと早いですけどストリートグライドをブルーズアイさんの方に持ってってます。まあそんな感じなので、このストリートグライドがいつカム交換とチューニングから上がってくるのか、まあちょっとわからないんですけども、まあそこはブルーズアイさんのスケジュールにお任せしているので、カム交換とチューニングが終わり次第連絡いただいて、また愛知まで取りに行くっていう形になりますね。まあファットボブもそうですけど、まあこのストリートグライドもどう変わってくるかっていうのがね非常に楽しみで、今からワクワクしてます。でこのファム28のマフラーって、まあ現状ストックのカムとチューニングしてないコンピューターで、まあエンジンかけても、まあ、結構ねいい音量がするんですよね。それが今の音量より大きくなるのかなって思うと、まあちょっとねビビっているところもあるんですけども、まあそれはそれで楽しみでワクワクしてます。で今回カムはティーマンの555というカムをチョイスしました。でこれもブルーズアイのおばさんと一緒に考えてティーマン555にしました。ティーマンの555は、トルクカムで急低速がこうモリモリ上がってくるタイプのカムになります。まあファットボブ同様、自分はそんなに高回転を回さないタイプなんで、急停域がモリモリ出てくれればいいかなと思います。まあ1500回転から2500回転ぐらいがトルクがね太くなってくれる感じのカムですね。まあこのストリートグライドの年式を聞かれましたね、おばさんに。ストリートグライド何年製ですかねって言われて、まあ2007年ですって言ったら、2007年だったらまあこれがいいですみたいな感じで確かおっしゃられていたような気がしてて、なんか年式によっておすすめのカムが違うみたいですね。まあでも確かにこのツインカムのエンジンって、まあ10年以上はハーレーの中で使われていたエンジンなので、まあそう考えるとこう年式によってね入れた方がいいカムが変わってくるっていうのはね、まああると思うので、そういうところまで細かくヒアリングして、カムとか提案してくれるのは本当に助かりますね。でこのストリートグライド最近思ったことがあって、非常にね燃費がいいです。今この前250キロ260キロぐらい、まあ、ツーリングしたんですけども、燃料がね半分ぐらいしか減ってませんでした。このストリートグライドのタンクは 18.9 リットルなんで、まあ使っても10リットルぐらいかなっていうところなんで、まあ250キロだとして、まあ10リットルだとしたら、まあリッター25キロぐらい走ってるんで、めちゃめちゃ燃費いいなってこの前思いましたね。ミルウォーキー8のエンジンだと、まあそこまで燃費は良くないんですけども、まあ20ちょっとぐらいなんですけども、まあこの14年前のバイクでリッター25とか走ってくれるっていうのはね非常に嬉しいなって思いますね。しかも箱根とか行ったんで、まあ結構峠じゃないですけどカーブも多かったんで、減速したり加速したりも結構多くて、エンジンの回転数もまあ3000回転ぐらいで走っていた場面も多くて、結構それなりに回していたんですけども、それでも
リッター25っていうのはね、すごいなーって思ってますね。まあ後でちょっと説明しようかなと思っているんですけども、今日、まあ、ガソリンのね添加剤入れようかなと思ってて、まあ、それを入れてねまた一段と燃費だったりとか、まあ、良くなればいいかなと思ってますね。初めてそのガソリンの添加剤入れるんで、まあ、どんな風に変わってくれるのかすごい気になっているんですけども、まあとりあえず入れて性能が悪くなるってことは多分そうそうないと思うし、まあ、ハーレーダビッドソン東久留米さんの YouTube でもおすすめしていたので、まあ問題ないかなと思って今回はそれをチョイスしてます。まあ、ミルウォーキー8のエンジンのバイクに入れてもいいんですけど、まあ、年式がそんな古くないし、走行距離も、まあ、ファットボブが4000キロぐらいで、ローライダー S は多分3500とか、まだ全然走ってない状態なので、その添加剤入れてもそんなに著しく効果は得られないような気がするんですけども、まあこのストリートグライドはまあ、14年経ってますし、走行距離も2万5000キロぐらいになってるんで、ある程度こうエンジンにも負荷がかかっていると思うので、そういうエンジンに対して、まあ、効果があるか今日はちょっと試してみたいなと思います。でガソリンを消費しないと添加剤も効果を発揮したいので、そういう意味では今日300キロぐらい走るので、ガソリンもこうバシバシエンジンに流れていくので効果が出やすいかなとは思ってます。いや雨がね結構強くなってきちゃいましたね。このまま数時間雨と共に走るパターンだと思います。はい、これから添加剤入れようかなと思います。今回入れるのはシェアラスターのループパワーショットっていうタイプです。これ1本で13リットルから20リットルのタンクに対して対応してるみたいなので、まあ、これ1本早速入れてみたいなと思います。なんか感覚的に言うとあれですね、レッドブルとかモンスターとか同じような感覚ですね。色は無色透明っぽいです。がっつりこぼしてしまいました。入れるときは皆さんゆっくり入れてください。そうじゃないとがっつりこぼれます。まあこれ入れてちょっとね走りがどんな感じに変わるかチェックしてみたいなと思います。はい、マシン場のパーキングエリアで食事をしてまたバイクに乗ろうかなと思ってます。結構雨降っちゃって大変なんですけど、まあここから引き返すわけにもいかないんでのんびり行きます。そろそろもう250キロ以上走ってるんでガソリンを入れたいなと思います。はい、いやー寒いんですよね。実はちょっともう今日ブーツで来たんですけど、ブーツの中もびしょびしょです。まあ、とりあえず安全運転で行きます。今日一日愛知県はずっと土砂降りなんで、帰りもしばらくこの雨の中帰る形になると思います。まあでもあともう1時間しないで到着するんで、もう少ししたらあとね高速降りてまったり下道で向かいます。ちょっととりあえず高速降りたらガソリン入れないとまずいんで、高速降りたらねガソリンスタンドを探したいなと思います。で今は上半身はワークマンのレインコートに、その下にワークマンのすごい厚手のウィンドブレーカー着て、その中にパーカー着て、その下にユニクロの極暖着てるんで、まあ、上半身はね全然いいんですけど、まあ、下半身がねユニクロのスキニーの下に極暖のヒートテック、それだけなんでめっちゃね染み込んでますね。でこのバイクの場合ズボンのレインウェアを履くと多分マフラーに当たって溶けるんで、ちょっと履きたくないんで、まあとりあえずねびしょ濡れで乗ってます。まあファットボブとかローライダー S であればしっかりねヒートガードついてるんで、レインウェアのズボン履いても全然 OK なんですけども、このバイクに関しては、まあ、ヒートガードほとんどついてないに等しいんで見事に溶けていくと思うので、しばし我慢って感じですね。もう豊川豊橋まで来たんで、もうあとちょっとですね。いや結構ほんとねバシバシに降ってるんで、
あんまりスピードもね出したくないところなんですけどもね。しかもこのバイク ABS ついてないんで、リアが若干滑りやすいんで、余計気をつけないといけないんですよね。まあ ABS ついてても気をつけないといけないんですけど、このバイクに関してはね、ほんと後輪が滑るんで、ちょっと気をつけないとなって感じですね。トラックの水しぶきが結構半端なくて、なるべくねトラックの横は走りたくないんですよね。とはいえ右車線もずっと走りたくないんで、なるべくトラックを追い越したら左車線に移動したいです。まあでももうあと8キロでインター降りるんで、このトラックの水しぶきを浴びるのもまああとちょっとって感じですね。このストリートグライド結構前から高速道路とか1時間2時間走ってると、クラッチ握るとストールしちゃう時があって、それがね最近頻発してるんで、今回ねちょっとそのストールも直ればいいかなと思ってます。普段街乗りしてる時はそんなエンジンがストンと落ちることはないんですけど、なんか山の上行ったりとか長時間走ってまあクラッチを例えば1秒とか2秒とか、まあ、結構長めに引いてる場合エンジンがねストーンって落ちちゃうんですよね。まあね燃焼が合ってないからそういうこともあんのかなって思いながら乗ってたんですけど、ちょっと最近そのストールの率がね上がってきたので、まあ、今回のチューニングでうまく直ればいいなとは思ってます。あと2キロでインターチェンジですね。2週間前に来てるんで、なんかそんな遠く感じないんですよね今回。まあ一度来るとね道を覚えたりとか距離感わかるんで、そんなに知らない道ってわけでもないので、まあある程度距離感がつかめてるっていうところはあるんですけど、今日は行きも帰りもバイクなんでちょっとねそこが心配ですね。この前は行きはバイクで帰りは新幹線だったので、まあバイク運転してる時間もね4時間とか5時間ぐらいだったんですけど、今日は行きも帰りもバイクなんでちょっと気をつけて運転しないとなと思ってます。はい、ガソリンを入れて今一般道でブルーズアイさんの方に向かってます。こっからあと大体20分ぐらいで着くんで、すぐ着くかなと思います。でガソリンなんですけど、結構調子よく走ってたら結構エンプティギリギリになっててびっくりしましたね。リザーブのマークが出ていたんでちょっとやばいなと思っていたんですけども、まあ、気づいたらねもうすっからかんで、で320キロぐらい走ってたんで、まあそりゃすっからかんになるわなっていう感じでしたね。多分メーター的に半分まではまあそこそこ入ってるんですけど、半分からの減りがめちゃめちゃ速くて、ちょっとストリートグライドの燃料のメーターの読みはね当てにしちゃいけないかなって思いましたね。でエンジンをまあ綺麗にするやつを入れたんですけども、言われて気づくかっていうと今んとこそんなに気づかないです。若干エンジンが軽やかに動いてるかなとは思うんですけども、なんか著しく特性が変わったっていう感じはしないですね。ただエンジン内部の汚れが多少なりとはね落ちてると思うんで、エンジンオイル交換するときにね不純物も一緒に出てくれると嬉しいなと思ってます。まあブルーズアイさんの方でカム交換とインジェクションチューニングやるときにエンジンオイルも変えてくれるそうなんで、まあその時にね不純物が出てればいいかなと思ってます。実はこの前どのぐらいだろう、1ヶ月ぐらい前にエンジンオイル変えたばっかなんですけども、そんなに多分1000キロも走ってないと思うんですけども、タイミング的にちょっともったいないなとは思うんですけども、まあとりあえずねエンジンオイル交換しないとチューニングできないので交換してもらいます。もうここまで来たらね到着したって言っても過言ではないぐらい近いんで嬉しいですね。いやこのストリートグライドがねどんな感じで変化を遂げるかね本当楽しみですね。まあツインカムのエンジンなんで、カムを交換したから著しく馬力が上がるトルクが上がるってことはないとは思うんですけども、このアフターファイヤーがね消えてくれるっていうのが一番個人的には喜ばしいことかなと思ってます。ほんとねパン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 言うんすよね。なんか昔乗ってたビッグスクーターみたいな感じですよね、こんなパンパン言うっていうのは。いやこのストリートグライドを取りに来るとき、ちょっといつになるかわかんないんですけども、その時はねちょっと雨降ってないことを祈ります。まあ、ただしねこればっかりはねもう誰にもわかんないんで、しかもその日例えば取りに行く日ピンポイントで当てちゃったら
もうその日以外逃せないんで、雪だろうと台風だろうと基本的にはね取りに行かないといけないんで、なかなかねシビアなんですけども、とりあえずでもあったかい時期には取りに行けるので、まあ寒い時期にね雨でこの愛知東京間を走るのはね結構カオスなんで、そういう意味ではこういうあったかい時期に取りに来れてよかったです。もうブーツの中までびしょびしょですね。ただねスニーカー履いてきたらお気に入りのスニーカーが汚れちゃうんで、もうちょっとね今日はスニーカーはないなと思ってたんで、あんまりブーツでバイク乗るの好きじゃないんですけども、重いんで、だけど今日はもうやむを得ずブーツ履いてきました。いや今日は愛知県はね多分一日雨って書いてあったんで、雨が止むことはない気がしますね。東京は午前中は雨降ってなくて、お昼過ぎから雨って感じだったんで、まあ自分が帰る頃にはもう夕方近く夜になってると思うんで、まあ、東京も雨なんですよね。だから帰りは愛知県も雨で、多分道中もしばらく雨で東京も雨みたいな感じで、雨の中帰る形になると思います。なんでまあねゆっくり帰ります。はい、このチャンネルではバイクをはじめ自分が興味あることをご紹介していきますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あとツイッター、インスタグラムもやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。はい、もう着きます。やっと着きました。